こんにちは、ウィーク様。お久しぶりです。テイスティングしたいんだが。あなたがドイツ産をお好きなのはよく存じておりますが、オーストリア産のおすすめの品があります。グロック34。東京マリーグロック34をベースにオリジナルの樹脂製スライドをそのまま利用した軽ホビー製 TTI タイプ切削加工スライド。それに当ターゲットワン秋葉原の佐藤店長の手によるステップリングが施された特別な一丁となっております。特殊形状のグリップ、断層交換が容易なマグウェル、スライド各所に TTI のエンブレムが入っており、フロントは視認性の高いグリーンの集光アクリルサイトとなっております。スライドもエッジが立っており、とても美しい仕上がり。 TTI のコンバットマスター G34 を忠実に再現しております。また樹脂製スライドなので、シューティングマッチやサバイバルゲームでも安心して使っていただくことができます。こちら当店のお客様、メサイヤ様よりご提供いただきました。今回のテイスティングしていただいた各モデル詳細は画面上のカード、もしくは概要欄にリンクを貼っておきますので、ウィック様、後ほどよろしければご確認くださいませ。なかなか良さそうじゃないか。早速試させてもらおう。新宿店5メーターレンジ、おなじみこの電子ターゲットでまずはグルーピングを見てみよう。これかなりいいとこ集まってるな。 27.6mm、 なんと3センチ以内に10発全部収まった。これはホテルコンチネンタルのスイーパーの相棒としてはめちゃくちゃ合格点だな。そしてジョン・イクといえばカーシステム、こういう風に斜めに構えて打つ近接戦闘の構え方なんだけど、このカーシステムで当たるかどうかちょっとやってみよう。お、なんとなくこれ狙いどころつかむと結構当たるぞ。おお、意外と当たる。おお、カーシステム思ったより結構当たるな。まあ、東京マリーの銃なんで当たり前っちゃ当たり前なんだが、めちゃくちゃよく当たって作動性もバッチリだ。これはハイテーブルを相手に銃撃戦するにも頼もしい相棒だ。では 10m レンジでこのいつものちっちゃい札を倒せるかどうかちょっと試してみたいと思う。なかなかいい命中精度だ。次は 8m のこのマンターゲット、頭ともに 10cm の金属板が埋め込まれてて当たるとカキンって言うんだが、ちょっと抜き打ちの練習をしてみたいと思う。非常に当てやすくて打ちやすいカスタムだ。 8m 先の悪いやつに襲われてもこの練習で当てれればもう安心だね。
この TTI カスタムはプラスライドってことでかっこいいだけじゃなくて動きもシャープですごい実践的なカスタムになってる。お次はこの白い的を6枚打つタイムアタックにチャレンジだ。ちょっとミスったがまあまあだな。 7.53 秒。ちょっと6秒台いってみたいな。これちょっとホテルコンチネンタルのスイーパーとして7秒台はもうちょっといけるんじゃないかと思うのでもう一回やらせてください。おお、頑張った頑張った。 6.20。これでなんとかちょっと格好がついたかな。この TTI カスタムはグロック34がベースなのでグロック17ジェン4や19と比べてリコイルはそんなに強くないんだがシャープでガシガシ動いて非常に実践的で使いやすい。秋葉佐藤店長のステップリングもかなり手に馴染んで使いやすいな。この他には俺が欲しいのはゴツくて正確なやつだ。ゴツくて正確。AR15 重心は 14.5 インチ、ボルトキャリアはイオンボンドコーティングされております。東京マルイ M4MWS ガスブローバックの外装カスタムでございます。映画ジョンウィック2では BCM タイプのキーモッドハンドガードが使われておりましたがこちらは40スイッチ556タイプというちょっと違うタイプになってます。このフォアグリップそしてガンファイターグリップはジョンウィックに登場したのと同じ BCM のレプリカ品でございます。ストックも一見 BCM タイプに似ておりますがこちらはマグプルモエ SLK タイプのストックとなっております。ジョンウィック2の映画ではトリジコンスコープをつけておりますがこちらはノーベルアームズタック1-12424IR 1.2 倍から4倍のズームスコープとなりますが近距離中距離程よく使いやすくとてもコストパフォーマンスの高いスコープになっております。細かいパーツはいろいろと違いますが全体としてはジョンウィック2に登場した TTI-TR1 に似せたセットアップとなっております。この MWS カスタムでも 10m タイムアタックをやってみたいと思う。 G34 に勝てるかな。さすがライフル、めちゃくちゃ当てやすいな。スコープも見やすくてなんと 5.31 秒。これはなかなかいい記録だ。締めくくりに何かおすすめあるかな。でかくて大胆なのがいい。私のおすすめは M3 スーパー90エアコッキング式ポンプアクションショットガン。ガスいらずでバカスカ撃てます。3発同時発射で制圧力もかなり高い東京マルイの傑作ショットガンです。こちらの M3 スーパー19ストックがベネリ M4 タイプの伸縮ストックに換装されております。シェル型マガジンの装弾数は30発、1回に3発発射するので10回撃てるようになっております。なかなかコッキングが硬く体力がいりますが迫力満点の一品です。
じゃあ最後に3ガンということでこの M3 スーパー90も打ってみよう。こういうのはうちのスタッフの川原の方が得意なんだけどね。まあちょっと一応やってみるか。8秒台、やっぱり使い慣れないとちょっと難しいな。改めてスタッフ川原の凄さが分かるな。よくこんなのをバカスカ打ってられるよな。ちょっと悔しいからもう一回チャレンジしてみよう。はい、頑張りました。 6.89 秒、もうこのぐらいでいいかな。ショットガンはやっぱりおじさんが打つもんじゃないね。これはかなり筋肉の運動になりますが、結構迫力あってこれはこれで面白いな。ミスターウィッグ、どうぞ楽しいパーティーを。